私の中で皆さんぜひやってほしいコーディネートなんですけど、ルナです。カナです。ルナです。ナオです。始まりました TGC。 はい、今回は第1回おしゃれドーンステップをやっていきたいと思います。H&M のキャミワンピということで、うん、実際にどういう風に着こなしていくかっていうのをスタイリストさんに紹介していただこうと思います。はい、スタイリストさんの森島さん、よろしくお願いします。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 森島です。よろしくお願いします。H&M のキャミワンピースの特徴とかあれば教えていただきたいです。はい、今年はすごいミニキャミワンピースっていうのがすごいいっぱい出ていて、今回は H&M さんのこのパープルのミニ丈のワンピースを着てみんなに着てもらおうかなと思って持ってきました。楽しみ。夏っぽいね。うん、はい、それでは早速やっていきたいと思います。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは動画スタート。はい、ということで着替えてきました。イエーイ。可愛くコーディネートしていただいたんですけれども、私のこのコーデのポイント、はい、何かありますか？はい、はい、かのちゃんのコーディネートのポイントは、このミニキャミワンピースが今回パープルカラーでちょっと派手な印象だったので、このワンピースをいかに主役にどう見せれるかっていうのを考えてコーディネートを組んだんですけど、まず、このワンピースの中に白の T シャツを入れて、本当シンプルな T シャツなんですけど、それを入れることによってこのワンピースが目立つかなと思って入れました。で、このミニキャミワンピースの中に T シャツを入れるときってすごいちょっとタイトめなものを選ぶとすごいよくって、なんでかっていうと、こうちょっと大きめなものを着たときにこのミニキャミワンピースがちょっとごわついちゃうから、それを防ぐためにちょっと小さめなものを入れました、うん、はい。一見シンプルなんですけど、なんか小物でちょっと持ってみて、なんかこのクリアのバッグを選んで、こうちょっとロゴが入ってたりとか、ちょっと夏っぽい印象も出るかなと思ったし、このスクエアトゥーのサンダルとか、このヘアクリップも今年すごいいっぱい出ていて、なんかこれをちょっとつけるだけでなんかコーディネートにまとまりが出てすごいいいかなと思って、こんな感じで着てみました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いです。早速私はこれ買いに行こうと思います、うん、ぜひ似合ってるので、はい、ありがとうございます。このまま着てほしいくらいなんかいろんな色あるみたいで、うんうん、そうそうそう、ちょっと早速購入したいと思います。着替えてきました。こんな感じです。はい、私のこのキャミワンピのコーデのポイントを教えてください。はい、リノちゃんのこのワンピースはなんか一見こうスカートに見えるみたいな、ほんと着回しの中で皆さんぜひやってほしいコーディネートなんですけど、このミニキャミワンピースの上からちょっと大きめな T シャツを着て、でこれ実はこのヘアゴムでくくってるんですね。くくって中に入れてるっていう感じなんです。これ取るとなんかこういう感じ、もうほんとなんか T シャツ上から着ましたみたいな感じになっちゃうんですけど、これをヘアゴムでほんとただ前のところを縛ってくくってこういう感じにして、で、ほんと中に入れるだけ、うん、で、なんかスカートっぽく見えて、なんかワンピース感が消える感じになっていて、ほんと斬新な感じなんだけど、なんかこれをくくることによってなんかウエストの首でも見えるし、うん、そうで、なんか目線も上に行ってなんかスタイルアップにもなるし、すごいおすすめで、で小物は全体的に黒でまとめたりとか、あとはスニーカーとかビーニーとか合わせてなんかちょっとストリートっぽい感じの
コーディネートにしました。ありがとうございます。なんか私普段ワンピースの上からこういうシャツを着たりとか中に着ることはあるんですけど、うん、上から着ることはないから、うん、なんかこれからの夏でしていこうかなと思います。ありがとうございます。はい、次私です。着替えてきました。じゃあコーディネートのポイント解説お願いします。はい、このコーディネートのポイントはなんだろう、このワンピースのパープルカラーなんですけど、なんか全体的にワントーンでまとめたっていうのが一番のポイントで、でワンポイントでまとめることによってなんかコーディネートの統一感も出るし、あとはちょっと大人っぽくも見えたりするので似合うかなと思って組んでみたんですけど、まず、ワンピースの中にこのリブのちょっとタンクを入れていて、でなんかリブのものを持ってくるとすごいなんだろうな、ちょっと大人っぽい印象っていうか、ちょっと落ち着いた印象も出るし、でそれだけだとなんだろう、ちょっと肌見せがすごい露出が増えるので、上からちょっとさらっとシャツを羽織ってみて、でこのシャツもタイダイ柄って言って今季すごいいっぱい出ていてトレンドの一つなんですけど、このタイダイ柄のこうちょっと同じ色味のもののものを持ってきてワントーンにしてみたっていう感じで、でなんか胸元にちょっとキラッとゴールドアクセとかつけるとさらに大人っぽい印象がグッと上がっておすすめかなっていうのと、あとは小物はなんかベージュトーン、それこそワントーンのベージュトーンだったりちょっとクリアカラーのものを合わせて、で本当全体的にワントーンで今回まとめたっていう感じです。はい、ありがとうございます。なんか私今までこういうインナーみたいなやつって見えちゃいけないものみたいな感じに思ってたんですけど、こういう細いものに中に合わせるだけで本当に適度な花見せっていうか出しすぎない感じに見えるのでやってみようかなって思いました。ありがとうございます。はい、じゃあラストは私のコーデです。よろしくお願いします。お願いします。ノアちゃんのコーディネートのポイントはこのキャミワンピース自体1枚で着ても十分可愛いんですけど、なんか今回は1枚で着ずに下にこのリブのパンツを合わせてみました。でリブパンツってすごい去年の、春夏からいっぱい出てるんですけど、なんで多分皆さんは絶対1着は持ってるかなっていうアイテムを今回合わせてみて、なんか新しい印象の出るこのコーディネートにしてみたんですけど、でこのパープルに黒合わせってちょっとなんだろう、やりにくいかなって思う方もいらっしゃるかなって思うんですけど、でもそんなこと全然なくって、この黒で締めて、でサンダルとかバッグとかモノトーン白黒で合わすことによって、このキャミワンピースも目立つし、コーディネートもすごい新しい印象になるのでおすすめです。あと今回ビーズネックレスを合わせてるんですけど、ビーズネックレスってなんか今年の春夏から本当いろんなブランドが出していて、で今回はそのコーディネートに合わせてなんか白とか黒とかちょっとクリアみたい なんかそんなに色を使ってないビーズネックレスネックレスを合わせたりとか、あとはバケハがすごい流行っていて、で今回はバケハじゃなくてチューリップハットっていうんですけど、チューリップハットも合わせていって、なんだろう、本当トレンドをふんだんに盛り込んだ全体的なコーディネートにしました。はい、ありがとうございます。私ハットとかビーズネックレスとか普段取り入れたりしなくて少し抵抗があったんですけど、新たなチャレンジができるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。はい、こんな感じで一つのアイテムでいろんな着回しコーデができるということで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。
今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さんもぜひ参考にしてみてください。お腹鳴っちゃった。大丈夫だよ。なんか、うん、いやもう一回行きましょう。じゃあもう一回行きましょう。カラスかと思った。